はい、皆さんこんにちは。今回はプレデターバレット新型ですね、使っていきたいと思います。新規でデュアルビールドラゴンが追加されたんで、こちらのラピッドトゥイがサーチできるようになりました。相手はデスペアですね。赤の楽に発動されたんで、増殖する字投げていきましょう。で、アドレビトム回収して悲劇のデスピアンとアドレビトム2体で融合召喚して各社クリオマスクレード。で、まあドラマトルギアだったらきついかなと思ったんですけど、アドレビトムだったらそんなにきつくないですね。相手は悲劇のデスピアンを特殊召喚。ドラマトルギアよりもアドレビトムの方を多く積んでる方みたいです。まあデスペに蘇生できますからね、こいつ。まずこちらのターン、バレット1体召喚からストライカードラゴンをリンク召喚。で、ストライカードラゴン、リンク召喚成功時、リボロブートセクターをサーチ。そのまま生物の守護竜の効果ですね。墓地からバレットを特殊召喚していきます。そしてラピッドトリガー発動。こちらのラピッドトリガー、フィールドでしか融合できません。で、なんですけども、融合素材モンスターを破壊して融合してるんですね。でさらに、この効果で融合召喚したモンスターは、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターしか攻撃できないんですけど、エクストラデッキから特殊召喚された他のモンスターの発動した効果を受けなくなります。まあ、戦闘破壊耐性とかもね、つけてくれればよかったんですけど、実際、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターだけだったら完全耐性なんで、まあ、そう考えるとね、なかなか強いですよね。一旦リボルブートセクター発動から、マグナバレットドラゴンの特殊召喚。で、よく考えたら、こいつ破壊して融合したんで、デッキからバレットトレーサーリクルートできたから、そっちの方が良かったですね。まず相手は気が振りを開けて、そうシンクロ召喚。正直これは予想外でした。で、悲劇のエスピアンの効果ですね。墓地の赤の楽園をセットですね。さらに、こちらに融合モンスターがいるんで、マスカレードが特殊召喚。一旦、アーケティスに殴られますけども、バック取っていきましょう。アーケティス残しておくよりも、赤の楽園残しておく方がうざいと感じたんで、相手のバックを取っていきます。ダイレクトアタック宣言時、セラスニアントの効果によって、相手のダイレクトアタックを防いでいきます。そして、キンジーをサーチ。相手は一軸センドですね。で、バレットの効果で、バレットレーサー特殊召喚していきます。あとは、相手がどこでアーケティスを撃つかっていう感じですね。まず、リボルブートセクターの効果。相手のモンスターの数が自分より多いので、その差分だけ墓地からバレットを特殊召喚。バレットレーサー効果、生物の守護竜を割って、シルバーバレットドラゴンリクルート。で、まあ、ここに出していくと、チェーンしてアーケティス撃たれますね。てかね、これで2枚切るの、多分相手きついんだよな。融合テーマだから。で、金次召喚から手札の、なんだ今の。バレットトレーサーで融合召喚。キメラクレッシャーですね。さらに、プレデタープランターでセラスニャンと蘇生。2体のモンスターでリンク召喚。ビョリタアナコンダですね。そのまま、アナコンダ効果で、フュージョンデスティニーを墓地に送って、デストロイフェニックス街ですね。まあ一応見えてる妨害はもうないので、ここまで安定していきましたね。で、ベネフィットアナコンダと相手のバック取っていきます。相手のバックが、なんだこれ。楽園共鳴か。ということで、キメラフレッシャーで殴って、そのままデストロイフェニックス街で殴りに行きます。相手はアルベルを特殊召喚。まあ、アルベルはどうでもいいですね。この場面。どっちかって言ったら次にアーケティスで何かを破壊される方が嫌なんで。相手はアルベル召喚から何かをサーチしてきます。サーチしてくるのは赤の楽園。そのまま赤の楽園ですね。アドルビトム、墓地から回収して、手札の、ディバイナ？あ、やばい。デスピアンプロスキニオンですね。こいつは自分の墓地のモンスター取っちゃうんで、先にデストレフェニックスが撃っていきましょう。だったら、このプロスキニオン起動せざるを得ないんで。ということで、相手はベルティアナコンダを蘇生して、デストレフェニックス街を蘇生しに来る構え。で、相手はマスカレードですね。蘇生していきます。ただ、バトルに入っても、キメラフレッシャーを取れるモンスターは相手フィールドの一体もいないんで、あんまり関係ありません。で、スタンバイフェーズ、デストレフェニックス街が戻ってきます。そのまま出てきたデストレフェニックス街の効果ですね。プロスキニオンを取っていきます。に合わせてクイックリボルブ発動。墓地のフィールドのバレットとプロスキニオンを破壊。キメラフレッシャー効果で、アルベルを除外。そのままプレデタープランター効果で、セラスニャントを蘇生していきます。まあ、このセラスニャントの蘇生はあんまり関係ないけど。ということで、ダイレクトアタック決めて、こちらの勝利ですね。まあ、なかなかスタミナがある。こう見るとね。まあ、ですけど、ディアルウィールドラゴンは一度も使いませんでした。それでは2戦目、こちらの先行。まずは、フュージョンデスティニーです。しょうもねえ。デストロイフェニックス街を特殊召喚。あ、融合召喚。まあ、実際、これしかできんしな、このハンド。相手は、更新化から、次回進ですね。泥試合の予感です。まずデストロイフェニックス街でハゼようとしますけども、次回神の効果でデストロイフェニックス街バウンスされていきます。まあ、だいぶきついですね。ちょっと事故ってるんで、こちらのハンド。相手が闇属性モンスターを出してくれればそれでいいんですけど、まず、こちらデュアルビールドラゴン引いたんで、墓地のダッシュ街の効果で特殊召喚していきます。そして、金次効果。
融合召喚してグリーディーベノムフュージョンドラゴン、相手の効果を無効にしていきましょう。ですがそこは神の通告で、グリーディー破壊されたらブラックホールを打てて、さらにフィールドのモンスターを全て破壊する。その後自分の墓地のレベル8以上の闇属性モンスターを除外してこのカードを墓地から特殊召喚できるっていう効果があり、今墓地にはデュアルビールドラゴン、闇属性のレベル8モンスターいますよね。ですけども、ここ次回神は効果で破壊されないので、こいつを破壊してないからフィールドのモンスターを全て破壊するっていう処理が行えていないので、墓地から特殊召喚することもできません悲しいですね。相手は1フセエンド、まあどうせ次回新バーンなんで、まあ、なかなか時間はあるんじゃないでしょうか。ということでセラスティアントオセット、どうせあのトラップのなんか破壊輪とか、ディメンションウォールとかあの辺を使ってガシャガシャ破壊していこうねみたいなテーマなんでまずはバレットトレサー発動していきます。バレットトレサーの効果に合わせて無限包容。ただここあのバレットトレサーって表側のカードしか割れないんで、セラスティアント割れないんですよねだから完全にミスっててということで、ストライカードラゴン、リンク召喚してセラスニアントを割りつつ手札のバラットレサーを回収で、アントですね、アントが効果で墓地に送られたんでプレデタープランターを回収、回収じゃないサーチで、手札からリボロブートセクターの効果でバラットレサーを特殊召喚、そのままあれです、プレデタープランターの効果でセラスニアントを特殊召喚で、デリンジャラスドラゴンですね出して2体のモンスターでバレルコードドラゴン。バレルコードドラゴンは、墓地に行ったら墓地のこのカードを除外してフィールドの攻撃力3000以上の闇属性モンスターを選んで除外して、エクストラデッキからトポロジックモンスターを1体選んで特殊召喚するっていう効果があります。まあ、次回神相手にはあんまり刺さりませんけど、まあ、とりあえず出しておきたい、そんなカードです。使いたかった。相手は相打ちによってバレルコードドラゴンを破壊していきます。マジかよ。あいつ戦闘でも破壊されんから。で、あいつ、こちらの、マジックカード全バウンスなんですよね。デッキバウンスしてくるんで。なかなかきつい状況となっております。相手は次回巫女、次回巫女の効果が使われるんでハルラ投げていきましょう。まあもちろんね、こちらに墓地にはディバインガイがいるんで、なんで手札伏せて手札伏せてハルラセットして2ドロ1000年っていうことなんですけど、こいつを警戒してたから打たなかったっていう感じですね。まああと合金とかね、あの辺も警戒してました。ということで暗闘通常召喚から全伏せ、そのままディバインガイ発動していきます。引いたのは生物の昇竜、なかなかいいですね。バレットトレーサーをまずは、特殊召喚、バレットモンスター特殊召喚されたのでデリンジャラスドラゴンを特殊召喚、そのまま、バレットトレーサーの効果でセラスニアント破壊しに行きますが、そこは破壊させてくれないということで、とりあえずデリンジャラスドラゴンとセラスニアントで殴っていきます。あとは相手のトップ次第ですね。次回巫女の効果、墓地から除外することによってデッキからエーサーチしてきます。そこに遅延してバレットトレーサー効果、生物の守護竜割りつつデッキからリクルート、そのままハンド1枚切って超融合していきます。デリンジャラスドラゴンと、シルバーバレットドラゴンでバレルロードフィリアスドラゴンで、相手はバトルフェイズ、ダメ捨てに、禁じられたひとしずくを投げることによってあいつの効果を無効にしていきます。んでメイン2からエンドフェイズ、エンドフェイズにセラスニアントとまだ効果無効になっているのであいつを取っていきます。次回神をで、セラスニアントの効果プレデタープランターをサーチで、クイックリボルブトップですね。まあ今からは相手の次回神が来たらちょっときついんですけど、伏せるだけだったらプレデタープランター発動、そこからセラスニアントを特殊召喚で、そのセラスニアントを割り続けるだけで、あのバレルロードフィリアスドラゴンが相手のカードを1枚破壊しつつ、セラスニアントが金人破壊してもいいし、トレーサーが、まあ、セラスニアント破壊してデッキからバレットをリクルートしてで、プレデタープランターサーチしつつ、まあ、フィリアスドラゴンでリクルートしてきたバレットを割ることでさらなる展開につなげることができるっていう意味わかんない盤面ができてるので、相手はなかなかきついでしょう。デッキレシピはこんな感じです。まあ今まで使ってたプレデターリロードに新たな新規モンスターを追加したっていうだけですね。でとりあえず追加してるのはバレットキャリパー、こちらは闇属性のリンクモンスターのリンク先に手札から特殊召喚、さらにリリースすることで手札からドラゴン族、機械族の闇属性モンスター一体を特殊召喚することができます。まあこれあんまり使用機会なくて、こいつで出していくのはデュアルビールドラゴンだけ。デュアルビールドラゴンはリリースすることで自分の墓地のカード名が異なるバレットモンスターを特殊召喚できます。でさらに墓地のこのカードを除外して、デッキからラピッドトリガーを1枚選んで手札に加えるっていう効果ですね。なんでラピッドトリガーがそのスターベノムフュージョンドラゴンだったり、グリディベノムフュージョンドラゴンだったり、でセラスニアントとか、あの辺と、まあセラスニアントはどうでもいいけど相性がいいので、こいつを能動的にサーチできるデュアルビールドラゴンっていう感じですね。
さらにこいつ闇属性レベル8モンスターなので、グリーディーベノムフュージョンドラゴンの素材になります。まあ、これでなかなかね、グリーディー動かしやすくなったし、でバレルロードフィリアスドラゴンもやっぱりプレータープランツとはね相性がいいモンスターなので、その辺をコンセプトに作っています。ただそれだけじゃやっぱりパワー不足で、せいぜいね先行立てれる妨害がこちらのバレルロードサベージドラゴン1枚なので、まあさすがにデストロイフェニックスガイに頼らざるを得なかったっていう感じですね。あとはまあドラゴンリンクがお好きな方はドラゴンリンクに教えてくれれば強くなるかな。まあその場合はプレデタープランツを抜いたら完成です。ということで、割とね毎ターンセラスニャントを破壊していく動きがちょっと面白いんで、まあしたところでサーチしてくるのは金人なんですけどまあぜひ皆さん使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。